ライスちゃんです。わい、じわーい、イエーイ。はい、今日はこんな企画をやっていきたいと思います。題して抜き打ちカバンの中身チェック、イエーイ。今日2人には別の企画をやるよって伝えておりまして、2人がねもうすぐ来ると思うので、実はドッキリでしたということを伝えて、カバンの中身を暴いていきたいと思います。なかなかごちゃごちゃしてるんじゃないかなと私は予想しております。楽しみ、2人が来るのを待ちましょう。声優三姉妹チーム Y。 さあ、そろそろミコロンが向かってると聞いたのでカメラを構えております。来るかな。あ、おはようございます。おはやさ、入ってください。おはやさ、おはやさ、もう回ってます。え、早くない、あやさちゃん。もうね、今日が楽しみで仕方がなかったんよ。あ、そうやんな、だって、うん、六本木の高級スイーツちゃいまーす。今日するのはカバンの中身急遽抜き打ち検査。わー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 、絶対編集の人大変だけど、今日は2人のカバンの中身を事前に見せてくよじゃなくて抜き打ちで検査したらもうすごいものが入ってるんじゃないかなっていうドッキリです。ゴミ捨てどこかな。いや、ちょっとこう、そういうのないんで、そういうのダメです。さて、もう回ってるんで、ちょっと一旦この除菌してもらっていいですか。除菌お願いします。一人ずつね、ちゃんと、落ち着かせてくれへんや。ガンガンいきますよ。もうね、不正とかダメなんで。え、ちょっと待って、もうね、スイーツ食べないってこと。スイーツはもうまたいつか食べよう。うせん、うん、今日甘いもの我慢してきたのに。そうだよ、ほんとだよ。帰ってからよろしく頼むわ。もう見ていくよ、見ていくよ。もうもう見ていく。はいはい、もう見せてほしい。はいはいはい、私楽しみで待ってたからさ。ちょっと待ってよ。見てきまーす。チーム Y。 さあ、ということで第一走者はミコロンでーす。走るの。のカバンの中身をチェックチェックしていきたいと思います。楽しそうだな。はい、予想予想予想、多分マカロン入ってんじゃん。なるほどね、やっぱミコロンは柔らかいイメージがね。そう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 、あるから、ありますからね。なんか雑なやろ、オードトワレみたいな、なんかよくわからんけど、そんな香水ですか、そんな感じの名前、香水の種類。そうないですね。ツーバックスタイルね。いや、そう、今日ツーバックなんです。ツーバック、あの撮影だからさ、うん、いつもはワンバック、ワンバック、ワンバック。確かにね、ね、今日 YouTube で撮影ありますから。そう、撮影用のやつがこっちに入ってて。なるほどね。普段はもうこれだけって感じですね。かわいい。かわいいね、そっちのバッグはもう。これね、あの ASMR のカバンの中身でタッピングした時もね、使ってたんだけど、うん、ザラです、俺たちのザラ。おかま、でもこんなパステルな色味売ってんねやな、ザラ。売ってるんです。こちらベージュとこの青がありまして。お、ベージュじゃなくてこっち選んだんですね。そうなの、私ベージュ大好きだから。ね、めちゃくちゃ可愛かったんだけど、ちょっと色味欲しいなと思って。あ、ね、春だしと思って。なるほど、買いました。じゃあ、もうここにバンって出してもらいたいんです。全部出すの嫌や。待って、めっちゃ嫌や。本当にサブバッグの方は、うん、リアル、リアルなお茶ですね。え、待って、本当に嫌だ。一旦全部じゃあ出してみよう。一旦ね。じゃあまずサブバッグの方からね。でも今日撮影で使うよ、うん、なんかさ、服ですね。こんなもんですよ、これはな。ほうほう、そしてよ、こっちだな、メインは。こっちや、気になるのはこっちや、うん、いつも持ってるっていうやつ、うんうん、え、くん結構、直でいろいろみこいさんのパワーイメージ大丈夫です。言ってまうかもしれない。いや、これはやばいね。え、これ何これ何。え、4入ってんな、こん中に。ほんまに入ってる。ニコエモンやん、そんな入ってるよ。5次元ポケットレベルに入ってるけど。ちゃんとこの女性らしい、ハンカチーフね。ハンケチーフはね、やっぱね、いい女。うん、いい女やな。これは見せられない。見せられない、見せられない。そう言われたらちょっと見せてください。エゴさん、以上ですか。以上です。よし、見ましょう。ちょっと掘っていきましょう。使い古したポーチすごい気になるんですけど、これは、これはですね、親友からの台湾のお土産なの。へぇ、そう、小さいな、ポーチ。え、そう、こういうのにリップと、うん、目薬と小物ね、ほんまに、ヘアゴムでしょ。おあと、コンタクトの替えでしょ。ああ、確かにな。あと、2個ぐらいしか入ってない。イブ、ああ、確かにね、お薬大事ですね。ああ、まとまってるやん。おう、いい感じ。やっぱ
かちっちゃい中にこういっぱい入れるの得意やな。確かにこのサイズとかもう1個まだ全然入るよ。えほんまにすごいな。もうここにピアスとかも入れたりとかして気によってはな。小さいもんなくさんからいいな。えこれバレていい？くれとこ、これもう気になってしゃべる。みんな一番気になる。ちょっとみこさん手に取っていただいていいですか？何を？最近私引っ越しをしまして至るところを測ることにハマっていまして、家具とか買いに行ってもさ店で測んの？測ってない。家やな。測りたいっていう気持ちあるけどちょっとね、やっぱ出すのがちょっとやっぱなと思って。家を行ったり来たりっていうか引っ越しの時にしてたから常にこうカバンに入れてたのよ。あ、まあでも大事よね、サイズはな。その名残ですね。終わってるやろ引っ越しって。終わった。なんかさ、裁縫道具に入ってたやつ。小学生みたいな。なんかこんなやつの？あ、そう、お道具箱みたいな。裁縫キットみたいな。そうそうそう。ちょっとなんか柔らかいねんな、その。いや、これがいいのよ。わかる。2メートルもあんの、これ。なんだかんだこの柔らかいやつ。ほんまもんのめちゃめちゃ硬い金具のやつもあるやつ。あるね。こっちの方がやりやすいな。そうなの、そうなの。最近買ったやつもさ、1メートルしか測れなかった。そんなん自分で測れるやん。そう、ハック。え？いけそうじゃない？ 1 メートルいけそう。違うんだ。だからわかるよ。わかるわかるわかる。そう、2メートル。優秀。優秀よ。なるほどね。僕が気になるのは。見せられへんペンとか。あ、やろ。見せられへん。それな。どんなペンあんの？非常にそんな見せられへん。何なの？アイミンさ、ちょっと見てみようよ。違う違う。じゃあどんなペンかちょっと見てもらいましょうか。え？ね。リアルね。私もいいですか？うん、いいよ。これがさ、書いてあると思ってなくてさ。そういうこと。蛍光ペンで書く派なのよ。あ、そうなんや。分かれるよな、結構。そうそうそう。確かに。特にアフレコの台本とかは、うん、蛍光ペンでしっかりと書いてきたい派。こうやってるとさ、なんか分かんなくなっちゃうじゃん。今どこやってるんだろうみたいな。だから自分のセリフがパッとこう目に入ってくる蛍光ペン派なんです。なるほどね。声優の、まあ、ね、仕事道具。そうそうそう。だからペンはそうだよね。ペンは絶対な。結構他のお仕事の人よりペンの数は確かに 2,3 個入ってる人多いかもしれないですね。あとはこのコスメキッチン何入ってんの？これはこれだってプレゼント用の袋やん。そう、プレゼントされて、うん、あ、これ使えるわと思って、うん、便利な巾着って、うんうん、そう、今日撮影だから、うん、よりいっぱい持ってきた感じ。あ、メイク道具が入ってる。メイク道具入ってる。なるほど。そう、いつもはもうちょっとちっちゃいやつに入れてて、うん、それじゃ入りきらなかったから、今日は余分にいっぱい持ってきた。今日はいっぱい。おー、だって鏡とかもさ、そうやな、普段大きいの持ちたい。確かにね、収納上手や。本当？この収納の中に隠されたこの収納されてないもんだ。独特な。いやあれやな、メイク落としとかも普段は入ってへんやつ。あ、そうなの。もう止まる気満々みたいな。確かに。あれ確かに。今後使っていくの。本当だな。でもお泊まりできますよ、ね、どっかに止まる気だな今日。ちょっと待って、これ何、このおやつ何？これあれやろ、テピカジュールやろ。これはテピカジュール。テピカジュールやの。もう今まで大事よ。もうここら辺はおいの何、アルコールのね。これはね、うなこはクールパンチ。お、虫刺されってこと？新しいお家がさ、めちゃくちゃ虫がいる。つらでも夏はしょうがないな。そう、めっちゃ刺されて、私刺されやすいのよ。そうなんや。すごいよ、足今。じゃあちょっとあゆみさん見ていただいていいですか？ほんまや、見て。おぉ、ほら、あぁ、かわいそう。ここかゆい。ちょっといい？ん、ちょっと、どうぞ、うなタイム。うなタイム、ちょっとしたいじゃん。恥ずかしいよ。うなタイムしていただいて。ああ。うなとかすんで塗ってんの？そう、うん、確かに。小学校の時以来かも。うん、小学校の頃めちゃくちゃ塗ってた。ほんと？うなも無比もあるよ。あの黄色いのは何だこれはエコバッグ。おぉ、7月からさ、有料化した。そうよ、みんな知ってる？レジ袋が有料化なの。そうなんよ。そう、なんか有料じゃない？有料の早めにやってるとこある。そう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 。7月からもう全部。だからもう慣れとこうと思って。えらっ。そう、めちゃエラスやな、それは。スリーコインズで買った。やっぱ猫、ね、猫の気持ち。ミコロンといえば猫っていうイメージやな。地球に優しいな。うんうんうん。そう、微笑みのヒーリングに。なんかでももうニコちゃん
全然。うん。なんや、え、もっとあるかと思った。確かにな。そう、え、そんなヤバなもの。激ヤバなものある普通。え、そんな。ないよ。何が入ってるかわからん。これが基本ですね。なるほどね。うん、じゃあ、みこいさんのやつでした。うん、じゃあ次、あいみさんです。チーム Y。あいみさんの番でございます。さあ、まず思いと噂のカバンでございますが、ちょっとミコロン、あの消毒していただいて持ってもらってもいいですか？どうなの、自分的にも思い、どうなの、肩こり、今日軽い方やと思う。ほんま、そうなの、軽いんやって。昨日の方が重い。へぇ、なんかでもサイズ感ならめちゃめちゃでかいけどな。まあそうやな、大きいの好きやねんな。へぇ、よう入る感じ、ボンボン入れちゃう。なんか1個で済ましたい。あー、わかるわ。でもメゾンドリーファーの、あー、いいね、あのバッグで、これはこの、ここの持ち手がレザーっぽい感じになって、おしゃ、そう、かわいくてかわいい。じゃあ、持っていただきましょう。いきますよ。はい、いや、重っ、肩死ぬ。めっちゃ重そう。めっちゃ重いの。え、何キロあんやろうな。え、わかる。音で伝わるやつ。え、これが基本なの。これ基本これ、これにプラスするかなぐらいな感じ。これ以下にはならんねんな。うん、これ以下には ならんの、そうそう。一緒、いやもう一緒、ばっかりで来たもんな、一緒、飲みも一緒。意外にこれ、もう気になるもん。なんなんそれ、ポーチ2つもあんの。いや、もっとあった。え、ちょっとポーチでちゃんとまとめすぎじゃない。ポーチめっちゃ好きやね。あー、ポーチ好きね。 A 型がこういうところでちゃんといいように発揮されているな。出し方めっちゃ雑やけどな。え、もう全部通っちゃう。いやいやいや、もう今までの流れ全部壊してくやん。はい、ということで、めちゃくちゃポーチがあるのが印象的ですけど、あみさんは、はい、紹介できそうなやつから。じゃあ、まずはこちら。いや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 、買ったもの、先買ったやつ。基本特茶。いや待って、みんなな、特茶ジャスミン好きやん。あとこの間のさ、コンビニでミコロに会った時さ、なんか私もそれ買ったって。私も買ってて、みんな特茶のジャスミン好き。好きやん。で、おにぎりセット、なんかもう潰れてるけどな。おにぎりセットが好きでさ、めっちゃ。おにぎりセット見かけたら買っちゃうの。ワクワクするよな、その見た目。これ、これなん、形なんなん。赤子が中に包まれてるみたいな感じみたいな。ちゃうねん、これさ、メイクポーチやねんけど、ちゃんと綺麗、ちゃんと綺麗に。怖い A 型感出てる。出とかな、分かれて。これもあの ASMR のさ、あの、あ、コスメタッピング。すごいな、めっちゃ入ってる。そう、一応分けてあんねんけど、ちょっと閉まりにくい。入れすぎて、あーね、ちゃんと締めな、カバンの中でさっきみたいなこんな感じになってる。あー、そういうことか。なっちゃうね。本来はこうやって閉じて、はいはい、こういう感じ。あー、便利、便利そうですけどね。いる。うん、え、いる。え、これはいつもじゃないの、今日。いや、撮影だからいつもこれ、これ、ボルトの大きさ、これ。もう絶対いらんのあるで。絶対いらない。全部いるって。本当にいらないから絶対使わんかったやつあるもん。だってさ、仕事をさ、朝さ、たまにすっぴんで行ってさ、事務所のさ、空いてる部屋とか化粧したりせへん。してない。あれ、政治事務所響きの空いてる部屋で化粧したりせへん。あの部屋な、あの部屋、通称ミルキー部屋とか。それで、まあ、まだまだあるよね。まあ、これはファンデーション系。え、コンシーラーとかファンデーション系、ベースメイク系がここに入ってる。おお、私入ってると思ってたもん、こっちのさ、ピンクの方。これはあのアイメイクとか。そうなんや。そう、結構だってこれさ、ミラコレ初めて。でかいよね、ミラコレしてるから。ミラコレってさ、持ち運び用じゃなくて。じゃないじゃない。家に置いて、お気に残して、水辺みたいな。めちゃめちゃ優秀で、化粧直しとかにもめっちゃいいし。衝撃や。まあ特に何も入ってへん。ゆとりん学園の夏。ゆとりん学園ってめっちゃなってる。あゆみがもう何年も前にやってたソロラジオのグッズなんだけど、これはあのバットが集まるとグッと花丸。あれ、花丸のグッズや。花丸がこうね、全面に襲われてるの珍しいやろ。うん、私が好きなサンリオキャラクターのグッと花丸っていう、バットバツ丸の友達なんですけど。何があるの。え、はえ、なにこれ。これ映せる。まあ、え、これもコスメじゃん。ハンドクリームとか、ホットブーラー、リップ。え、リップコスメやん。3つぐらい。ちょっと待って、ちょピピンしていいですか。はい。リップ入ってるやん、ポーチに。うん、こっちに私のあのプレゼントしたあのさ、仲間外れ、あのリップが。これは違うねん。裸で、あんな、ここにさ、ポッケあるやん。あー、
ここに常にそのレギュラー陣というか、はいはい、一陣のリップとかそのよう使うなっていう小物はこっちのカバンのポケットに入ってるわけ、はい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 、そういうことなんかこのザザザって出てきた陣はもう一陣やね、うん、これもう一軍、一軍これ一軍かでリップとか和尚毒系なリップなんかメイク直し用のなんか、あとは涙袋用のなんか、涙袋用、もうコスメやん。こっちには入んない。もうコスメやん。こっちにも入んない。こっち入れたらもうパンパンになるんじゃん。もうコスメやんこれ。ティッシュ、鼻セレブ、うんうん、あの汗拭くやつ、うんうん、あとヘアゴム。ヘアゴムめっちゃあるね。ボールペン。あ、ボールペン。そう。予備ボールペン。あ、予備。あ、予備ね。切れたゴム。進んで。ですね。もうこのさ、今のだけでさ、半分もう化粧品やな。確かに。うん、気づかなかった。いや、うん、多いよ。衝撃の量やった。え、これは何？これは。これね、薬。薬ね。これめっちゃ便利。いろいろ、漢方とかも。漢方とかも、ね、薬系。あとはもうほら、お薬とか。漢方的なやつ。いい薬も入ってる。あー、大事やな。美容院となるから。うん、おー、かわいそう。かわいそうや。うんうんうん。ここにもミラ。かわいい。かわいいな。くしが入ってますね。くし入ってる。めっちゃかわいい。これ何ね、これ何、これ日焼け止め塗る、なんかこのスティックタイプの日焼け止めで、おー、めっちゃ便利やね。そう、サイサイのスーちゃんが使ってていいな。へー、うんうん、便利。しかもなんか大きいな。大きい、そう、腕にバーって塗れる。うんうん、うん、え、顔、どこの、これは、なんや細かすぎて見えここ一時なんか止め、はいはいはい、夏だからね、消毒系のやつ。なるほど。あと、アイサのリップ、うん、エアポッツ、早稲田祭でもらったボールペン。じゃあそういうのも活用していい。いやわかるわかる。アクセント辞典が入った過去の iPhone。 あ、便利。バキバキやけど。いや、アクセント辞典な、アクセント辞典ね、そう、アプリ中でさ、なくなっちゃって、なくなっちゃったんだよね。そっか、過去の iPhone でしか入ってへんねん。ダウンロードし直せなくて。そう、し直せないの、し直せないの。そう、買い直したわよ、私でやったやつ。あ、そっか、お仕事をやってる時にね、はい、大事なことしてです。チーム Y。 さあ、2人のバッグを見てきましたが、皆さんいかがでしたか。すごいね、あの2人らしい意外な一面とか見ることができて楽しかったですね、うん、ではこの動画が良かったらグッドボタン。おい、いやいやいや、終わるわけないやろでやね、朝の無線かいでやね、だって今日は仕掛け人としていや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 、してやんやから身を削ってさ、不公平やろがい。無線かい、あれてる、あれあれやろ、ちょっとしまおう、この時間ない悔しいお片付けタイプでございます。散らかした、嫌いでチーム Y。 あやささんのカバンの中身を見せてください。こちらです。まずこれは、これはですね、演じてるアニメのなんかこうペアの男の子のぬいぐるみです。ミラクルドリーミーのね、サンリオ。そう、サンリオのペコくんです。ペコくん、ペコくん、かわいいよ。よろしくね、よろしくな。あの、なんかガバ空きなんですけど、私これは本当にもう癖でチャック閉めらんないんです。出ちゃうよこれ。どんなカバンでもチャック開けっぱなしなんですよ、うん、えぇ、ー、本当によく言われる。まあまあ出していきましょう、ざっと。とりあえず出していきましょう、うん、これかわいいかわいいな。ロナロナのバッグです。はい。あ、ミンティア。あ、ネンジやん。みんな大好き。一陣やろそれ。1.5 陣ぐらい。意外とそうでもないやつも入ってる。一番見えるとこに入れるっていうのが、ね、やっぱ。いや、そうそうそう。あやさらしくていいなと思う。だってさ、これさ、ここってさ、本来さ、見せるところだよね。こういうの入れる？見えるエリアですね。まあ、リップとか入ってるの可愛いよね。そうですね、うん、あ、それは台本？これ台本ですね、今日ちょうど収録あったので。重たいね。台本今日結構多かった日。多いね。日によるよな。で、これ楽譜ですね。おー、楽譜。え、レッスンあったん？今日レッスンあったやん。そうなんや。へー、そうそう、ポーチ出た、あやばぶまん。だいぶパンパンだね。これもちょっと空き気味ので、なんやねんそれ。サプリ。おー、そうか。めっちゃある。サプリ好きすぎやろ。めっちゃあるね。あ、日焼け止めな。あ、これいいね。さっきコンビニで買ったわ。ちょっと。領収書めっちゃあるわ。財布にな、領収書いたらパンパンになるから、カバンに入れて後で片付けるよ。そのうちはね。カバンがあまり切れ込む。なるほどな。これが入ってたわ。こんな感じでーす。おー、
どれから触れたらいい？いや、そうなんだよな。日傘はしまわへんタイプな。どうやってしまう？これしまってるやん、どういうこと？これ何がしまわれんの？こうあ、そうだね。そう今年初めて出してきたから、ちょっとさ、言われてんの？まあ日傘必要やんな、もうな。結局刺さへんねんけど、まあ言うとすごい。今日も刺してた。エルメスのリップ。そう、みんなお揃いです。お揃いです。ボールペン3本ぐらいだい？ほんまや、3本ぐらいある。だいたいどれか1本つけへんから、やっぱ予備はいっぱい入れてるな。あと忘れたと思って買って入れっぱみたいな。あー、わかる。全カバンに1本は入ってる。うわー、わかる。結構声優さんなんかさ、ペンポーチにちゃんと入れてるらしい。筆箱に？そう、筆箱に。お筆箱に？お筆箱に入れてるらしい。で、あったわ、その時期の私も。あ、本当に？あったあった。そう、うん、入れてそうやもん。うん、もういい、1本とか2本とかしか必要ないからさ。そんなんだよ。え、そのさ、おいどんスプレー。おいせさん。おいせさんお清めスプレー。おいせさんお清めスプレー。で、これはもうなんか、もいつ使うん？清めたい。私も使ってた。え、よくない？いいんよ、いいんよ。塩入ってるんだよね。そう、塩入ってるんだよ。ほんとにこれ、清められる。これ、そう、そらまるさんにもらったんよ。おー。買ったからもうすぐじゃなくなりそうやから、ちょっと2代目買おうかなって思ってる。なんか浄化された気分。すっきりする。すっきりする。こう行くぞって時とか、なんかすごい気に触れたなみたいな時とか。そんな時やん。髪ゴムね、可愛らしいのがちょっと雑に入ってますね。シーブリーズね、夏やから。え、そうそう、シーブリーズ懐かしくない？懐かしいと思って買って、なんかコンビニな、普通シーブリーズでパシャパシャってするやろ。確かに。ミストで？そう、ミストで。私も今初めてですけど。なんか青春って感じしない？懐かしい。私シーブリーズ取ってこいよ。ちょっと、え、じゃあシーブリーズをさ、カバンの中に入れてて中ぶちまけてさ、なんか白い粉まみれになったりとか経験ないの？ない。そうなんや。白い粉まみれになるの？粉まみれになるの。こうサラサラするさ、成分入ってるから。なるほどな。乾くともうさ、これサプリは？普通のカロリミットじゃん。あ、これはまさか大人のカロリミット。あら、大人になっちゃったの。もうあさちゃん、どう違うの？私どっちも出してたのってあるけどさ、どう違うの？値段が違う。まず値段違う。全然高くない。何がほんま、なんか分からんけど、私大人のカロリミット飲み始めた時すごい汗出た。代謝が上がる。あ、ほんと？大人の方がその代謝上げる成分入ってんねん。書いてるもん、脂肪を代謝する。あ、そう。うまい。他のサプリは、あとこうもう鉄分ね、大事。あ、女性にとって大事な偏鉄。あとちょっともうほんまにダイエットしてるなんて時はフォーシング。ダブルで言ってんの？ちょっとダブルで言ったりする時もある。あー、わかる。欲張り。そう、使い方あってるか分からんけど。お守りです。なんか本当のお守りありそうだけど。これはほんまのお守り。これお伊勢さんかな、もう大好きな伊勢神宮で確か買ったはず。お伊勢さんって伊勢神宮の？そうそう、伊勢神宮。そうそう、これもでもお伊勢さんで買ったお守り。おめポーチについてる。おめ棒状のやつなんか出てきそうだけど、意外と飛び出たことないね。ほんま、優秀優秀。あれ、これ何？これこれ前髪巻くやつよ。このこうして。なんで持ってんの？え、大事やん。いつ雨降るかさ、今も分からんさ。あー、そうなんだ。毛先だけでいいからさ、前髪巻くの。なんかこの状態挟んで一回巻く。それでいいや。やっぱちゃんとね、こう美容グッズとか。そう、なんか可愛いよな、入ってるもん。結構色味可愛いし嬉しい、やったー。ネジやね。ネジやん。これもみんな結構持ってますよね。レコーディングとかな、こういう収録が結構多い日とかにこの蜜を吸うと、そう、喉が結構回復するというか。そういいんですよ。しかもなんかシンプルに味が美味しいから。美味しい。美味しいよな。ジュース吸ってるだけでみたいな味しない？ね、アミナみたいな味するから、普通にもう吸うだけでも美味しい。チーム Y！ さあ、というわけでみんなのカバンの中身を見てきたわけなんですけれども、はい、普段やばいものとか入っておらず、よかったよかったし、なんかまあみんなの深いところが、そうやな、なんか知れたんじゃないかしら。細かい性格バレたかも。確かにこれで結構分かりそうやな、性格。そうやな。いや、すごい丸裸な花やった気分。ほんまにこれでチームワイのことをもっと知ってくれたら嬉しいでーす。このみんなのカバンに共感したよって人はいいのボタン、そしてチャンネル登録もお願いします。じゃあねー。バイバーイ。